伸ばした方の股関節の下にね、来るように動いてください。で、足は自由ですので、外に出します。まあ、こうなってしまってもいいんで、ボールを置くようにしてください。それで、足の先を内側、外側、内側、外側って動かすんですけども、その時に動かしにくい、私なんか内側すごく硬く、いきにくいんですね。外側は普通に開くんですけども、内側ほとんど動いてないんで、なんで、いきにくい方を中心にちょっとこう、ギュッ、ギュッと動かしてみてください。動かさは1回です。動かしにくい方を多めに動かしていきます。私の場合、子供の頃は関節の手が悪かったんで、もっと早く知ってれば、もうちょっといい成績を残せたらなと思います。右の方が少し引いたよりは動くかなと。